가시도 내방 가네. このうさんくさい面を拝むのも最後か。時勢の句は用意してあるが、心遣い痛み入る。おことの句を参考にするよ。 そろそろ やるか。 ああ、いいよ。 そうとうそう、剣心も競うになろう。 信長がまだ世に知られていない頃、関東では甲斐の武田、越後の上杉、そして相模の北条がしのぎを削っていた。天文23年、北条氏康は今川義元が三河を攻めた隙に今川領に侵攻。対して義元が頼ったのが武田信玄だった。甲斐の虎武田信玄、屈指の軍略を誇り、 戦国最強と謳われた騎馬隊を率いる。そしてその懐には天下に王道を打ち立てるという熱い志を持っていた。馬鹿志士、はたまた龍華。第1話、戦争の戦い。 今川本軍、いまだ到着せず、ならそこにつけ込め。さて、あのうさんくさい野郎どう出るかな。手薄な今川本陣から崩す。そうはさせんよ。 全軍、今川本陣救援に向かえ。敵将、討ち取っちゃったよ。 やるじゃねえか。さすがは神の蔵ってどこか。行くぞ。前に入ったの。
かたじけない。 吉本の歌、鋭い、怪異。今より加勢つかまつる。おことに吉本公は打たせんよ。俺たちは北の方に攻めるとしますか。 立て直すとしよう。東の砦が邪魔じゃな。先に落としておかんとな。良き頃合いじゃの。マロ直々に出るの。他はいい。吉本に狙いを定めろ。 サイモン。お見事。わしの軍略さえまくりじゃな。 かっこいいですよ、チンゲンコ。 無用の乱を起こす者は上杉が許しません。剣心、北条と武田の野心、存分に弾きます。吉本こそ戦の要にして急所、今川義元を討つ。
の敵もまた敵と。どうにも困ったもんだ。怒った良い軍略が持ち合わせておるの。闘争は我が呼吸に等しい。天使に向く軍略か。それはどうか。大沼と今まを打たせはせんよ。勝負し戦の途中に自ら身を置くのなら大沼とは。ますます混沌としてきた。我を楽しませる。そだ海王、その軍略我が敵に沿い闘争は再び戦場にまみえ。やれやれ、大変なのに気に入られる。やりやがるじゃねえか。どうなりゃチョコでお相手してやるしかねえな。開門恥ずかしい。逃げる手を見ないでください。お見事。わしの軍略さえまくりじゃな。敵将打ち取ったり。褒めて取らすの。戦場の土となるのか。てめえとやり合うのはいい加減うんざりなんだよな。ならばこれで最後にしたいものじゃねえ。かっこいいですよ、信玄公。楽しめ、この三つどもえの混沌。おじい、感謝いたします。あのラッパの言うたんごとく、まさに混沌よ。わし、氏康謙信、英傑が眼首揃えてこのざまか。貴様との戦は嫌いだ。兵が傷つく。貴様も嫌いだ。気が合うの。わしも同感じゃよ。わしら実は仲良くできるんじゃないかね。チッ、だな。それがうちの民や兵のためだろうぜ。
なんとこんなもんじゃよ。